皆さんこんにちは、パラフです。本日紹介するのはあのアンカーから新発売された iPhone12 シリーズに対応した 2-in-1 のマグセーフ充電器。こちらの商品は iPhone12 シリーズと同時に Qi 充電に対応した AirPods や AirPods Pro などを同時に充電することができるというすごい画期的なものとなっています。今までね、紹介してきたこのベースアスというメーカーの同じような充電器あるんですけれども、これはもうスマホだけなんですね、充電できるのは。で、アンカーの方はさらに AirPods などの Qi 充電に対応しているというものです。それでは開けてみたいと思います。結構ね、箱が大きいですね。お値段は Amazon で4490円でした。この手の充電器にしては結構お値段はリーズナブルな方だと思います。付属品はマニュアルとケーブル、そして本体となっていました。本体は意外と重みがあって、質感はですね、若干安っぽいかなという印象を受けました。付属するケーブルはタイプ C の黒いケーブルです。はい、こちらが本体ですね。動画じゃ伝わりにくいんですけれども、結構重みがあってずっしりとしっかりとしている印象があります。ただ全体的にやっぱプラスチッキーな素材感なので、高級感は感じないですね。本体下部の方にはアンカーというロゴが刻印されている部分があって、ここに最大 5W の出力に対応している Qi パッドが埋め込まれています。そしてマグセーフの部分はこのように角度を調整することができます。そしたらベースアスの商品と見た目を見比べてみたいと思います。デザインに関しては正直ベースアスの方がかっこいいですね。金属の質感だったり、全体的な作り込みだったり、そのあたりがね、やっぱりベースアスの方が優れているなという印象です。そして本体の裏側は両機種ともラバー加工されており、簡単に滑らないような工夫が施されています。マグセーフの磁力に関しては2つとも似たような感じで、どちらも安定感があります。また角度の調節に関してはベースアスよりも可動域っていうのが広いです。そして回転もすごく簡単です。普段愛用している AirPods Pro なんかも Qi 充電に対応した機器なら充電が可能です。ケーブルをつないでみると LED が光ります。まずスマホをね、使ってみたいと思います。マグセーフにパチッとくっつけると無事に充電が可能。ただし最大出力は 7.5W と少しね、少なめです。 Qi パッドの方は最大出力 5W、 こちらは AirPods Pro が問題なく充電可能でした。こうやってね、2つの機器を同時に充電することができるっていうのはすごい魅力的だなと思いました。ただ注意点があります。アンカーの方は最大出力が 7.5W と 5W の組み合わせ、一方でベースアスの方は最大 15W の出力に対応してるんですね。で、これ何が変わってくるかっていうと、充電の速度が変わってくるんですね。当然ワット数が高ければ高いほど急速充電が可能なんですが、低ければ低いほど充電速度が遅いという欠点があります。アンカーはどう頑張ってもマグセーフの方は 7.5W なので、そこだけね、ちゃんと注意しなければならない点となります。とはいえね、すごく便利な商品であることは間違いないです。動画視聴にも便利なこちらの商品、気になる方はぜひ下記の概要欄をチェックしてください。本日もご視聴ありがとうございました。パラフでした。また次回の動画でお会いしましょう。